ございます。おはようございます。お願いします。おはようございます。おはようございます。お願いします。いやすげえ魅力的なラインナップだね。ただ俺今日打ちたいのがあったんですよ。あった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 。麻雀ファイトクラブ新っすね。お願いします。あ、窓2行ってんだ。俺もじゃあ窓2行こう。これにしよう。窓マギ2と絆に行く人が多そうですね。ちょっとリゼロ打つ予定でしたけど、まあ多分ここの島が強そうなのかなっていう理由で反逆にします。絶対勝ちます。今日は負けられないんで。あった。これは寝台なんですよ。でちょっともう狙いとかもなかったんで寝台がいいんちゃうかなっていうところでちょっとこれいってみます。バカ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 カッパ。なんですか、カッパ。なんですか。いや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 、むちゃくちゃいい台あるよ。ちょっと一回回収します。よいしょ。いや分からん。ここ宝宮までこの店、これ置いていいやつですか。いや、いけねえやつや多分。2号機とかじゃないんですかこれ。これお前行かねえで。お前はちょおーちょカッパ。いや、ちょっと待ってください。これ後で行きましょう。え、じゃあこれあの番組、あのそういう番組じゃないんで。いやいやいや、あの楽しく打つ番組じゃないんで。さゆき。いやー、あれ、どうも、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ございます。あれ、戻っちゃったね。すいませんでした。そうですね、戻っちゃったみたいですね。戻っちゃったね。な、魔法が解けたみたいな。そうですね。シンデレラ、シンデレラ。ちょっとびっくりしました、いろいろと。あのコメント欄の方を300件近くあるコメント欄の方を全て読まさせていただきました。ありがとうございます。え、どういう内容だったんですか。とそのままランちゃんが三蔵でいいやっていうのが7割5分ぐらいです。7割そんな少なくないです。いやいや、持ってるでしょ。逆に持ったかもしれません。9割5分です。9割5分かもしれません。でもこれはまあ、はい、どっかで決着はつけないといけないでしょ。そうですね、はい、うん、もうついてるのかもしれないですけど決着はその可能性もありますけども、でも一度対決するっていうのは僕も、うん、ぜひともよろしくお願いしたいと。まあでももう対決以前ちょっと今日頼むぞ。まずな。もちろんですよ。ま、な、何、僕は窓2。窓2ね、結構常連さんっぽい人。え、窓2取れた。取れました。遅れてきて、遅れてきて。おー、その取れ、弱い弱って終わった。ない、それないまま進むかと思ったんですけど、まあ遅れたよね。その説は大変申し訳ございませんでした。いや本当にびっくりしました。ミスするんすね。本来東京6時の新幹線乗らなきゃいけない、はい、で乗ったのが何分の新幹線ですか。6時40分ぐらいです。6時に起きました。もうタクシー業界の方々の努力の結晶で僕ここにいます。ギリギリ抽選に間に合って。なるほど、協力してたんで、はい、対馬の努力の結晶として。なるほど、ありがとうございました。その説はもう本当僕ですか、うん、僕は窓マギ反逆の方。反逆か。6号機の方ですね。そうですよ、もう名前も言わないです。そうそうそう。大物司会者なんですよ。確かに僕は何も意識しなかったんですけど、全盛期でも見守ったでもそれはしないですよ。ね、もうちょっと売れたり。じゃあ佐藤は、佐藤はっていう。ごめん佐藤、はい、ごめんね。もう精一杯やりますんで。前回と全然違うもん。確かに、ね、かわいい。ちょっとなんか心離れてるかもしれないし。いや。さゆき、本日は負けられない2人がいます。絶対に勝ちます。目指せ5000枚チャッチャ。2人ってなんすか。僕この2人って絶対負けられないので。締め。まあそうですよね、遅刻したら。マリムさんって大概のことは器用にこなすんですよ、はい、でもこういうのが一番苦手なんですよ。
すいません、時間無限じゃないですか。いやいや、すいません、本当分かってます。もうダメな理由の一つにめっちゃ時間かかるっていうのがあるんですよ。さあ、さあゆうき始まるぞ。パクった。ここまで時間かけてランちゃんパクったぞ。ランちゃんパクったね。行きますもう。もうね、いや耐えられないよね。耐えられない。行きましょう行きましょう。本当に耐えられない。びっくりした。びっくりした。まだまだってあるんだ。最有機始まるよ。ちょっと雨に濡れたくない感は出してきますよね。いやこれあの昔の竹富士のやつです。最後のこれトラウマ案件だ。トラウマ案件だこれ。えらいもんでもう2回目は全然食らってないですね。もう1回目でわけわかんなくなってて何言ってるかわかんない全くわかんないっす。二度と遅刻できねえな。そう、流行波がこう入ってる。テンパしたよ。アンパイボードからの先輩大ヒットになります。おー、いきなりチャンス。さあ、ツモン40でのさ、これはミージかかってメンタンピンドライチ、マンガンからおー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 ダメ。あー、わかった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 。もう出てきた、チェリーで。ツモン大チェリー勝手に土椅子だと思ってた。サブロス上がりました。と1000円リーチ、リンク、ダイヤをご覧にガンガン。オッケー、マンガン8000点なんで獲得80枚ホワイトクラブボーナス。正直怖い、まあどうでもいいとは言わないですけど、あんま重要じゃないですよね。まあ、あと真の真闘技場とかで、その4つ倒すとラッシュに入ると、そっから勝負は。でこれが揃うと、まあ、4つ倒さなきゃいけない1つの勝ちが確定すると。すると次の勝ちが確定します。ここからバトルになるんですけど、もう勝ちが確定する状態で、なるほど。黙っていくか。ちゃんとドラドラ。全然つもちゃんと自家鉄砲ご覧に跳ねます。あ、跳ねまなった。あなた漫画以上とかあんだね。ホワイトクラブボーナス120枚、一番じゃんね、120枚。ただこれあと3つ勝たないとしょうがないのよ、本当に。ゲット、えらい。おお、またシードかというんですが、赤だよ。こんな、こんな出ねえよ、カットイン。跳ねまんまに上げて、次もさ、勝利は確定している。2つ目のバトル。この回に全てをかける。勝負。さあ、2つ目で、あまり。ジーン、跳ねまん。跳ねまんで120枚。いいね、いいね、いい感じ、いい感じ。あと2つで、次の上がり3班で終わっちゃいましたけど、そうじゃないんですよ、そうじゃない。4つに勝つこと、もう勝つことが大事。約5000準備開始で、ここは ST、5ゲームの ST です。ここ 何,
何でもいいです。リプレイだろうがベルだろうがとにかく何かが揃えばまた5ゲーム戻って巻き戻ってっていう SD でつぼも上げていく。10-20でスタートするようだとなかなかね上がるの難しいんで、さあこのつぼどこまで上げられるか。20から何でもいいです、ベルでも何でもいい、もちろんチャンス役でも OK。 まだだ。で一発目だけこれあの揃わなくても延長があります。待て、でもちょっと待てよ。リーチ、ああ、いっちゃった、10ゲームあったのに。なんで、これはきちい。あー、ゼオン20はきちいよ。さあ、次ラスト。何とかに参りたいところです。相手で、いや、あるぞ、あるぞ、あーチャンスでしょうか。ダメか、ここが九州まで行っていくな。あーあーおほー写真がオッケー、すげー、俺すげー、最後チェリーとスイカ残りに上がったよ、上がったよ。おほほほ、いやー、まさかまさかだわ。あと1回、あと1回からはハイドクライブラッシュに入ると、もうちょっと行きたい。あーダメだ。さあツボン50、もう1番です。上物の上天井、これが何とか忍びたいところ。この曲はプロの上がりとなりました。あと1分ところで、スズのベルセルクこと高宮真理です、よろしくね。まああの高宮真理です、事務所から別に何てことないですよね。いやー今惜しかったな、ただ6000円、まあある程度持ち込んできました。挽回していかないと。この形のリプレイ、設定期待度アップと変更期待度アップね、リプレイ、そうこっちからのリプレイかどうかっていう、こっちからのリプレイが揃うと据え置きの可能性が高くなる。超高からっぽいですね、何も引いてなくて。さあ大チャンス、リプレイさえ引けば何とでもなる。よし、これを続けること。この星の魔女とは魔力のタイプが違うみたいだね。よし、押して、塩リプレイ引けた。ただちょっと心もとないかな。めちゃくちゃ大事、朝一の。ダメか。お、ああ、上がれ。よし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 。だらしない。ああ、ダメか。ここも厳しいか。何かしら強いレイアクとかボーナスとか引かんと厳しいかも。
いやーもうオープニングは物語ってるよね。こんなに人間って哀れなことになるんだっていう。ローチェリー、 ART の直撃とか、直撃とかないかな。お、当たった。これがどっちかですよね。まあ全然ウィンが、さあ強チェリーから一ショック。投資が、7170ゲーム。そこまで深くなりきらずに。さあ7は揃わず。僕はここで見届けさせてもらうよ。まああんま良くはないかボイスは。ただ朝一、兆候にいたっぽいチャンスゾーンの入り方をしたので、まあ変更ではあるのかなと。その辺含めたら悪くはないんじゃないか、続けてもいいんじゃないかっていうね。常連さんも結構粘ってるし。チャンスゾーン。感謝シャワーフィール。本当にはリプレイ引くゲームです。これさ、刺せばエピソードかな。でボーナスはもう確定してるはず。ここ決めればでかいよ。あとはまあレア焼き引くか。よし、いや結構大チャンスよ。あー引けない。あと2ゲーム。よし頼むよ。ラスト。ケースだ。じゃあこれで9米チャレンジは終了で、9米チャレンジなんでボーナスはついてると。ちょっともったいない。どうせなら刺したかった。ただまあ挙動的には悪くないね。72ゲーム投資2本。紫が1個あるんでね、まあ、チャンスモード以上なんで、まあ、これはね挙動的には嬉しいところ。まあ、ほぼほぼ刺せる、あとはまあこの2個はほぼほぼレア焼き引かないとダメです。まあ、行きましょう。さあここが一番大事。大丈夫よ。やったな、これはさすが。嘘だろ。それではいきます。4万枚。まあこんな感じですし、がっくりしましたし、ちょっとこの辺とか見てないですけど、リセットではあるでしょう。で本当全く初打ちと、で事前情報もない状況で今始めてます。なんでこれですね、ジャンバリ7プレスパチスロ徹底攻略室を見て、
これね、ジャンパリのアプリの中に入ってますんで、これ見ながらやっていきます。周期到達した時の期待度を上げてるみたいな多分ノリだと勝手に思ってます。で、多分この目的地に着いたら周期到達で何かを抽選してるんでしょう。さあ、予選レース、このレース1番人気は羽生さん、3番人気西郷かるた、武井凛、一体どんな展開を見せてくれるのか。さあ、各社綺麗に並び戦闘員の強化を待って、レース勝利でウィニングチャンス突入。そこで武井の前に3選手が立ち寄って、悪魔はダーマじゃ。さあ、ジェイが5日をキープしたのは覚悟しやがれ、西郷はるかだ。九州期待の勝利期待度、元気娘がやってきた、星 2.5。 ここで仕掛ける、ダーマのコーナーを回って西郷の直線に入った、チャンス目かな。3着クリアコ、2着ヤマル、5着西郷。さあ、あっさりと負けてしまったと。武井、非常に惜しかった。次のレースに期待しましょう。ガールズケーリンで、1回目が終了。行くよ、松山ケーリン。さあ、センスゴポイント到達、なんか桃のサイコロもらえるらしいです。ただそれがどうなるかはちょっとわかんない。さあ、桃のサイコロ、いくよ、よろしくお願いします。一生祈願チャレンジ、一生祈願チャレンジ、今日一緒に来てくれてありがとうございます。いいプレゼントになった。さあ、必勝祈願チャレンジ終わりまして、赤メーターまで行きました。これまだ結構ね、ゴールまであるんで、もしかしたらマックスできるかも。さあ、結局全部貯めることはできなかったですが、赤、2番人気。さあ、各社綺麗に並び戦闘員の強化を待ってスタート。そこで武井の前に3選手が立ち、やってやるぜ、悪魔はいくダーマじゃ。さあ、ジェイの中この位置をキープしたのは、いきますよ、山根貴様。さあ、期待度3、ここで仕掛ける、ヒーロー行くぞ。武井、ここから混じってきた。勝ちましたね。ということで、ガールズ競輪のウィニングチャンス、レベルアップで決勝レース、勝利期待度アップ。ナビの場所がっていう感じですかね。中以外のナビを出せと。3番人気。さあ、各社綺麗に並び戦闘員の通過を待って、今スタート。そこで武井の前に3選手が立ち上がる。さあ、ジェイの中この位置をキープしたのは、覚悟しやがれ、西郷はるかだ。ここで仕掛ける、ヒーロー行くぞ。武井、ここから混じってきた。負け、非常に惜しかった。次のレースに期待、ガールズケーリンっていう感じっすね。
界最有機効果音が独特、ちょっと怖いんですけど。